地図長水山城、または、町水木は、兵庫県思想市、山崎町、片山、宇野の標高584メートルの町水山山町にあった山城。広瀬城とも呼ばれる。南北町時代、思想を治めた張馬守後、赤松の介が、文奈年間に気づいた。後にの介の四男、広瀬白井が城を受け継いだ。この白が、広瀬の外され、 その支配は4代まで続いたが、1441年の各喫の乱の後は、上主が宇野氏へ変わった。宇野氏による支配は5代続き、宇野氏は長水城を本拠として長水山城を拡張した。1580年、橋場秀吉による長水城攻めにより落城した。上主、宇野助清は、三正坂へ逃れようとした者のちくさで、 秀吉配下の八塚正勝の率いる軍に追いつかれて、討ち死にした。山全体が山城跡となっている。山頂の最高所に本丸、尾根に沿って南北に二の丸、さらに南の尾根の先端に三の丸が配置されていた。本丸の四角部には石垣が築かれている。現在も、車、石垣、土塁、掘り切りなどの遺構が残る。 本丸跡の石垣の上には、2017年現在、日蓮宗新徳寺が築かれている。新徳寺は、宇野氏の家臣の子孫である、渡辺脇が1934年に開いた寺で、渡辺が足足に住んでいたある日に、長水山の合戦で亡くなった英霊を慰霊して、欲しいとのお告げを受けて建てたものである。山頂への寺の建立には、地元住民の協力もあった。 二代目の住職もあまであった。1982年より、渡辺脇の孫、二代目の子にあたる、男性住職が三代目を務めている。段家は持たず、祈祷や他の寺の手伝いで生計を立てている。電気は通じているが、水道はないために雨水を浄化して使用している。食料を品やガスは、町で購入して背負って戻る生活を続けている。風呂は、焚き木で沸かしている。 大雪の日は町に降りることもできなくなるという、兵庫県思想市、山崎町五十八千六十三大手口、伊水小学校の裏手に小公園あり、この公園奥から途上道徒歩一時間、他に二つ登山道がある。ありがとうございます。